アディダスプレゼンツセルティック FC ジャパンツアー2023スペシャルトークショーが18日に日産スタジアムで開催され、古橋は所属する MF 騎手連久志、 DF 岩田里してる、 FW 前田王子狩、 DF 小林幸、クラブのレジェンドである中村俊介氏と共に参加して会場を盛り上げた。岩田がプレミアを優勝したマンチェスターシティは試合をしてみたい、小林はバルセロナ、 MF アンドレス、イニエスタと神戸で一緒にプレーして在籍していたのでやってみたい、騎手は僕はレアル、マドリード、昨年手も足も出なかったのでこの1年間で自分はどれだけ成長したのか試してみたい、前田は全部とやりたいっすと答えた。リバプールは昨季5位で今季は欧州リーグに回ることに気づき、うっかりミスに苦笑いを浮かべた。